はい、こんにちは、タートルです。今回は二の腕ではなくね、上腕二頭筋。女性って結構ね、カバン持ったりデスクワークをしたり赤ちゃんを抱っこしたり肘をね曲げてる時間が男性よりも長いです。上腕二頭筋が少し膨らんでね、少し膨らんだ状態の上腕二頭筋の人が多いです。そういう人がね、例えば重りを持って上腕二頭筋をね補足したいからって鍛えてしまうとですね、逆に太くなってむくみやすくなって不細工なね腕になります。そういう人に向けたトレーニングの方法を今回はモデルさんを使って紹介します。ポイントはですね、肘をしっかり伸ばすこと、軽く握ること、ゆっくり動かすこと、この3つです。じゃあお願いします。一応使ってやります。じゃあ肘伸ばして、これポイントは軽く握ることですね。でゆっくり肩の一直線上に真横にゆっくり下ろしましょう。軽く握ってですね、で手のひらが上向いた状態で、はい、どんどん下りていきます。大体辛いところでスピードが上がっちゃうんで、できるだけゆっくり、はい、どんどん下りましょう。はい、ゆっくり上がっていきます。早くなりたいのを我慢してゆっくり上がります。そう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 、まあ、呼吸はね自然にしてていいですよ。いいですよ、上がっていきます。はい、じゃあゆっくり降りていきます。できるだけ軽く握って、ゆっくり降りていきます。いいですよ、一定のスピードでできるだけね頑張りましょう。はい、ゆっくり降ります。重り軽いけど結構辛いですよね。はい、ゆっくり上がります。はい、そしたら頑張ってそこでね10秒止まりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたらゆっくり上がりましょう。肘曲がらないように、はい、OK です。そしたら今度手の向きを変えます。はい、いいですよ、頭の方にゆっくり行きましょう。ゆっくり肩が痛くない位置まで、はい、ゆっくり戻ります。はい、ゆっくり降ります。はい、ゆっくり上がります。はい、ゆっくり降ります。はい、ゆっくり上がります。はい、よく頑張りました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。今みたいにですね、ゆっくりスピードが変わらないように、下ろす時もゆっくり、上がる時もゆっくり、辛いところでですねスピードが速くなってしまいがちなんですけど、そこをねゆっくり動かすこと、そして辛くなってきても強く握らないこと、そして肘を曲げないこと、この3つをね守ってもらって、ゆっくりね伸ばしながら上腕二頭筋を鍛えてもらうとですね、細く長く柔らかくしなやかなね二の腕になりますので、ぜひ頑張ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。
今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。